よし、入りました。今予告みたいな感じで流れてますね。あと14分。私も YouTube チャンネルを今開いて準備満タンでございます。ティザーみたいなのが流れてる今。ブーって言った。配信準備、このままプレミアム始まったら完璧。ね、159人待機って書いてますね。1時間前から待機して強い強い。それは強い。ちょっと前髪が伸びちゃって、イヤホンも接続して完了。ミーヒンです。準備 OK。 ギフトありがとうございます。クッキー、ホワイトデークッキーだあ、なんかすごい喉が枯れてるな私。あれなんですよね、明日またまた私 STU チャンネルに出るのでなんか連チャンっていうレベルで明日また STU チャンネルに出るので、そう、なんかある場所にある場所であることみたいな感じになってるんです。まあ、私は全部知ってるんですけど、おーってなるのでぜひ見てください。でも、ね、もはやレギュラー説あるよでもなんか SKE さんの時とかもなんか3回やってるうちの2回出させてもらってて、で結構そのなんかその普通にその STU チャンネルが続いてたから、私めっちゃ STU チャンネル出てますねみたいなこと言ったんですよ。言ったらその STU 側、STU チャンネルはなんか STU 側が決めてるんじゃなくて STU チャンネル側から決めてもらえることが多いから多分それはいいことだよって言われて、やったーってそうらしいです。もちろん多分仕事の兼ね合いとかもあるから、他のメンバーの仕事の兼ね合いもあるから、まあ、その日空いてるメンバーの中で感じ、なんか別になんか仕事をわざわざ移動させてまで絶対ってわけではないんですけど、そう、その時空いてて、そう、俺普通にやったーって何もしてないんですけどね気に入っていただけるようなことは何もしていないんですか。あ、星もありがとうございますちょっとショールームメイクだからメイクをちょっといじってみて、これが良かったらこれも日常メイクに取り入れたいんですよね。ああ、いいな、このメイク明日これにしよう。そう、ここの線の引いてるんだけど筆で色を変えたんですよね、線の筆の色を。こっちの方がいいかもしれない。でここの色味も変えたんですよ。あ、こっちの方が自然だ。いいっす、これにしよう。わしはどんどん研究をなさってして、みんなにずっと可愛いって思ってもらえる、みーちゃん見慣れたよって人でも、なんか可愛いねってなるように。今シングル初めて STU の CD 買うことにしました。嬉しい。うん、そう、感想がなすぎてありがとう。昨日のメイクと服装が良すぎた。でも私あれ、私の好きな系統かもしれない。しかもね、お安いお洋服屋さんのやつなので、そう、お財布にも優しいそう、そう、永遠に向上していきたい、そんな思いから研究は欠かさずやってます。メイクのリアーカでいいねして。リアーカとかあるの？リアーカと何アーカ？
ファンアカウントみたいなファンアカウントみたいなやつですか。どこの洋服買ってますか。私全く決まってなくてあのインスタはさあのタグ入れてるんだけど多分ね本当にバラバラですよ。チーク変わってないですね。チーク変えたことほぼないですね。2019年ぐらいからずっと同じチークを使い始めて、たまに配信だけで遊んで違うチークつけたりもするんだけど、公演とかコンサートとか配信番組とかお仕事、配信ショールーム以外のお仕事以外で使うチークは2018年19年から私変わってないです。すごくないすごくない。ヘアケアは絶対なんか特別なオイルとかを塗ってるわけじゃないけど絶対髪の毛乾かす、すぐ乾かす、タオルドライして、でちょっとドライアウトにして今ちょっとなんか違うことしようっていうのは絶対しないかも。パックしながらとかドライヤーして、で熱風かけた後に絶対冷風かけます。特別な何かをせずに日常の継続が一番のケアかなと思うので、高いものとかを塗ってわけじゃないけど日常を大事にしてますって感じかなそう、熱風からの冷風が一番いい。私高校時代学生 STU 入るまで髪の毛乾かしてなかったんですよ。そうだから STU 入っても6年経って一人暮らしになったじゃないですか。そう一人暮らしになっ STU に入ってからドライヤーを始めて、そっからもう6年間毎日やってるんだけど、学生時代はドライヤー嫌いだったんですよ中高で。私あの今はね宿毛矯正当ててるんだけど、もともとくせ毛なのにドライヤー嫌いで髪の毛乾かさないから、うん、よりくるくるで朝悩んでみたいな。今となっちゃドライヤーしてないからだよっていう感じなんだけど、その時の私はその原因が分かってなくて、え待ってそんな話してたあと6分なんだけど、怖い怖い怖い時間取りすぎて怖い怖い皆様 ST48 公式 YouTube の準備は OK ですか。22時からね、息をする心のミュージックビデオは11日前にすでに公開されてるんですけども、別バージョンとして花は誰のもののリリックビデオみたいな感じで、別バージョンとしてダンス QR ビデオがこのあと22時に公開されて、それがプレミアム公開、プレミアム公開かなので、一緒にそれを見れたらいいなと思って、私も今 STU の公式開いているのではい待機してます。待機、私イヤホンつけてるので一緒に聞きますそう、多分ちょっと公開された時からなんだあの QR コードはって多分すごい気になっていると思うんですけど、謎解明があと5分後であと5分後に謎が解明されますぜひ、でなんか URL どこから飛べばいいですかっていう人は、あの STU48、私がさっきリツイートして URL 載せてるので、そこからリツイートじゃないよさっきツイートをしてそこから飛べるので、ぜひ、まあ、あの公式 YouTube で ST48 と検索してくれても出てきます。寒いね今日、昨日雨降った月の日って寒いよね、なんかそう野球、ココアがずっと野球の話してた。あのデッドボールとかいうのがあったじゃないですか。でまあそのああ当ててしまった側も当たっちゃった側もすごいなんか紳士の行動をしてるって、それがすごい話題になってて、であの今日またその当ててしまった側がお菓子をプレゼントしたみたいな記事になってて、それをすごいココアがもうすごいってずっと言ってて、ココアのおかげで STU の側がすごい詳しくなって、この方があの方ですねみたいな、たっちゃんさんですねみたいなさヌートバーさんってヌートバー選手みたいな、なんかココアの
おかげ。私家族のグループラインが本当に野球の実況をしてるんで、リアルタイムで実況してて、家族全員が今タッチャーナイスとかコメントがすごい、コメントが LINE が来るんですよ、グループラインだから。私も通知が来て、今のタッチャーナイス、タッチャーさすがみたいなのが流れてきて、でもちょっとどの方だろうと思ってたから、そう解明というか、あと3分です、あと3分、あと3分、ドキドキ。あれでもね、あのプレミア公開だから22時になってからなんか1分半みたいなぐらい秒数数えられますもんね。またあの癖強画面かな、あこれか、これが数えてる数字かみたいな、一瞬分からんやつ、癖強かな。おしゃれなんだけども一瞬わからないやつ。一瞬わからないやつ、おしゃれですけどね。あと2分ですね。今58分10秒なので、あと50秒、2分50秒、じゃあ1分50秒。あ、カウントダウンって何種類かある、あそうなんだ、私2種類しか知らんわ。私さ、配信でさ、あの音源とかが公開される前とかにさ、配信でさ本当に歌わないようにすごい意識してたから、もう全てが、まあ、今日22時とかも公開また新たにされますけどさ、この後ねダンスキャリブビデオが、で音源とかも全て公開されてるのに、なんかその時の名残のせいでなんか配信で歌うとちょっとなんか一瞬 0.5 秒ぐらいの本当一瞬ハラハラつく、あ、大丈夫みたいなさ、歌っちゃった、あ大丈夫みたいな。一瞬腹つく。1分前です。もう歌って大丈夫なんですけどね。1分前、あと45秒、あと40秒、まもなくプレミア公開が始まります。勝手に変わるよね、なんか自分だけ変わらなかったらどうしようって、こういう同時にやるときハラハラしちゃう、私だけ変わってないみたいな。そう、前回変わんなかったもんね、10時になったけど、あ、CM 入っちゃった。CM 入っちゃった、びっくりした。あ、CM 入ってる人と入ってない人いるんだね。もしめっちゃ CM 2本見せられると、今あと5秒で戻れる。ちんちゃちちちゃ、あ、あ出た、おしゃれクソつい、クソ噛んじゃった。おしゃれクセ強画面、これどっち？数字がなんかいっぱいある。今40、え？ 2 分 43？ 2分 42？ 2分？待って、どこの数字を読めばいいの？ 1 分26にも見える。どれ？え、どれ？どれ？え？どれ？数字ないんだけど。何これ？丸がいっぱい並んでる。なんか数字すら表示してくれなくなったんだけど。ああ。98。え、わかんない。1分、あと1分5かも。59、え、クセ強い、クセ54ないじゃん、あ、52、すごいクセ強い。48、こんなマチマチしてたら始まるんだけど。44、どこが真ん中、42、41、40、39、38、37、36、35、34、
みんな何食えてないよね。2時、あ、あと30秒。25、23、24、25、26、15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1。きたー、来ました。画質が悪いわ、なぜ高画質。お、踊ってる。チェ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 、あ、高画質出た、 4K。 すごいでしょ、イントロダンスすごいでしょ。そう、夜になりましたね。寒かったね。かなばった大地には、そうね、この境目に立てさ、 QR を読み込ませるための、このためだけの、この時だけの振り付けとかありますもん。だからそれのためにできた振り付け、だからちょっと変っていうか個性的なポーズで止まったりする。やらなくちゃ、そう、もっと楽しそうに生きなきゃ。あ、昼になった。昼になりました。普通に吐いている、肩の力が抜け、僕は僕のまま顔はなく。あ、リンク先ある。おー、さすが。 MV 見ながらできる、絶対 MV 止まったじゃん。出してみる。あ、今のスクショしたかった、後でやろう。バスセンターも見える。ずっとそう眠るタイミングを閉じるのがもったいなくて、息ができない。きっと世の中にはたくさんの見るべきものが存在していて、目を向けて意思をしよう。ああ、明日になればもう一度生まれ変われる。もう忘れてしまっていいんだ、息の仕方か。みんなその YouTube 見ながら QR って、 YouTube 止まってない、見てる。何個ある端末。新しい世界よ、思っていたよりも人生は楽しい。君に気づかされた、孤独ではないこと、そう僕が勝手に背中向けてただけ。好きだ。いいね、広島。じゃん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 、じゃん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 。生きることは呼吸すること、急がないでゆっくりでいい、他の人と比べないで、吸って吐いて自分の。あ、すごいソロ。あ、すごい広島だ。好きになると知らぬ間に微笑む、思い浮かべるたび幸せな気持ちに、海に出会う。
普通に息を吸って普通に吐いている君と間違えた肩の力が抜けた僕は僕のままで変わらなくていいんだ好きだ好きだ声にあー読みたあー少しできなかったああみんなと同じことしてる歌ってたらスクショできなかった戻ってやろう戻ってやってる終わりましたパチパチパチあチャット見ながらやればよかったダメか戻るもう戻ってやるポシャなのでね読み込めなかった人は何回でも見るんですなぜならば無料だからそうよ何回も見ないと損だよあでもチャット見る限りパチパチパチって言ってるさあさあさあ QR コードもう読めますが読みましたわじやもじゃ見たんですよもうさあ読み込むんだみんな読み込むんだ読み込むんだ読み込んだらどうなりましたか私も自分のスクショがあるってなくになったバスセンターつい先日いたかなんかですねね、だからスクショでいいんですよ画面を撮るあ今のいいちゃんで見て私もじゃあ見ときます私も読み込むさあ時間は有限ではない無限ではないけどまだ時間ある QR 読み込んでみた。ああ。いいでしょう。おお。いい。これ私事前にももらってたからもう読んでたんだけど自分のやつ何回聞いてもいいでも全員のやつをね全部のとこまだ聞けないんだけどあっ開けましたこれなんかさっきさなんか大きい QR コードのやつは千穂ちゃんで他の人のここは別のみんなの手についてるやつでしょってコメントあったんですけどやってみんさいやってみんさい大きいのとみんなそれぞれやってみんさいそうよなんかあのちょっと MV 公開された時にさ復元あの QR コード復元してさそうなんかちょっと復元してなんか読み取れちゃいましたみたいな人いて私もそのツイート見てやってたんだけど違うのに飛びますから同じのに飛ばないんでその時でその絶対そういうねファンの方そういう力がある人があるっていうのが分かるんだからそんな時にまだそんなページを開きませんよ違うの言っといますからあ僕それ知ってますよ違うんですそう違いますからミーヒー飲み込めそれはスクショのブレてんじゃないですか私できてるからできないわけがないと思うのでいけると思いますそうよちゃんと読み込まれてがいいようなページに飛んでたのでこうやって言うけどやつに飛んでてでマイキューのね QR コードだからちょうどティザーとかちょっと映ってるだけでも読み込めたんだけどあプロフィールに飛ぶんだもうプロフィールには飛びませんそうだからもう自分前のちょっとチラ見せで飛んだから知ってるん
大丈夫ですよって方いるかもしれないですけど、もうページ変わってます、リンク先変わってます。だから全部見るのです、結論全部見るのです。そう、あ、しかもそれもこれも発表されてますね。ダンス QR ビデオ公開、 QR ビデオの飛び先は期間ごとに変換、変、間違えた、変更されます。はい、本日3月13日に第2弾ミュージックビデオダンス QR ビデオをプレミア公開しました。ステージ上の QR コードからはグループのスペシャル映像、メンバーの手元の QR コードからはそれぞれのメンバーのスペシャル映像にアクセスできるようになっています。10日間ごとにアクセス先の映像が切り替わる仕様なんですと。10日間ごとにアクセス先の映像が切り替わる仕様で、現状3パターンの切り替えが予定されています。より楽曲の世界観を感じ、メンバー個々の魅力が伝わるようなコンテンツに触れて、さらにミュージックビデオの世界に没入できる仕様になっています。企画タイトル QR コミュニケーション、アクセス先、ステージ上の QR コードは、グループのスペシャル映像、メンバーの手元の QR コードはメンバー個々のスペシャル映像で、あの、今その飛んでくださった方はファーストシーズンって書いてると思うんですけど、ファーストシーズン3月13日からファーストシンジってだから、ファーストシーズンの公開日は3月13日今日から3月22日までですね。そう、まあ、でもどうせ書かれてるんですけど、ステージ上の QR コードは息をするここの歌詞リレー朗読っていうか、今回ね第シーズン1は歌詞リレー朗読が始まります。読み込んだらそうで、ステージ上の QR コードはあの一人一人割り当てられたところを読んで16人で朗読するパターンで、メンバー手元の QR コードはメンバーその読み込んだ先のメンバーが息をするここの歌詞朗読をしてるという、なんと素晴らしい、これ全員見たくなるんですよ。私も全員見ました。そう、私はくしゃみが出そう、待って、あー出ない、私くしゃみ豪快って言われて、これは全員分見たい。あ、そうなんです、すごい、風を待つと同じ監督さんなんです、よくお気づきで。そうなのです、風を待つ以来の監督さんで、あの風を待つにいたメンバーって今の息をする心にいるのはもう数人だけなんだけど、ちょうどなんか MV 撮影の前に衣装のフィッティングって衣装合わせがあって、その時に衣装合わせの時にこの子はそのまだミュージック衣装合わせとミュージックビデオの撮影は別日だったから、衣装合わせの時にこの子の髪型をどうするかっていうのを監督さんと相談する時間があって、で私それでポニーテールになったんだけど、そう、歌割りで考えなきゃいけなくて、ももちゃん、愛子、みなみで誰か一人はまとめてほしいっていうので、 SU 側の女性マネージャーさんがまとめ髪は多分みなみが一番いいと思うからポニーテールしてって言われて、分かりましたっていうので、そういうなんか時間があったんですよ。でその時にひなとみちとココアと4人で喋ってたんですよね。だから監督が来て、ここにいる4人は風を待つのいたよねって言われて、あ、いました、お久しぶりですみたいな挨拶してたら、ごめんね、ほんといっぱい走らせてって言われてそう、もう数年、今だに考えてもあれ以上にしんどいミュージックビデオ多分とないよみたいな。でもあの時まだ若かったんで大丈夫でしたけど、今走るって言われるとちょっと大変かもしれないですねって言ってそうなの、面白かった、まだあの時若かったんでそう、今あれからもう数年経ってますのでねって言って、そう、皆さん私の QR コード飛びましたか？さっきコメントでさすがだっていうコメントがあったんですけど、そうなのです、朗読はねちょっとやっぱかける思いっていうか、もうね、自分がやりたい分野のやつだったから、あのなんだっけな、ミュージックビデオ、うん、違うな、なんかの仕事をしてから
なんだっけ、歌番組かなんかの仕事、バズリズムの時かな、わかんないけど、何か東京で何かの仕事をしてから、あの朗読音声を収録っていう、仕事の後に収録だったんだけど、行ってきますみたいなこと言った時にスタッフさんに、みなみ決めてやるよって言われてそう、でここで見せんといけんぞっていうのをすごい言われてて、もう本気で、本気っていうかもうガチですごい気持ちを込めて挑ませていただいたら、あの収録をしてくれてるスタッフさんがメンバー全員分収録してたんですけど、マジで一番いいって言ってもらえてやったーってそう、めっちゃ嬉しかったから、それはあのみなみこれ頑張らんといけんぞって言われたスタッフさんにそのまま伝えに行った、聞いてくださいって褒められましたってそう、なのでぜひぜひ何回でも聞いてください。えへん、えへん、そう、まあでもこれはね、たくさんあの教えてくださった先生が私にはいっぱいいるので、それの皆様のおかげです。そう、イードピアの演出の方もそうだし、シクさんもそうだし、キスさんの永田さんもそうだし、そう、でもまあ全然なんか本業の方からしたらまだまだかもしれないですけど、なんかそういう一つ一つの言葉が自分の行動にも、行動じゃない、自信にもつながって、今後どうしたいっていう風につながるので嬉しかったので、いっぱい読み込んでいっぱい聞いてくださいぜひぜひ。でまあ SNS 不況時代なんですけどね、なんだろう、急、あ言おうとしたやつを見つけてしまった、もういいか、いいのかな、その QR 先のやつを動画で載せてしまうと良くないよねって話をしようとしたら見つけてしまったそう、そう、そう、たくさん見てほしいっていうのもあるからね。でもたくさんの方に、自分グループとして考えるならそうだけど、自分個人で考えるのは多分拡散ができるところにあるっていうので、うんうん、でもハッシュタグ息をする心、不正視聴とかではないんだけど男性 MV に飛び降りしてた、さすが、全然不正視聴ではないんだけど、QR を読み込んだ先に飛ぶやつなので、それをそのまま保存してやるともったいないなと思うかな。だからあのアイコの、まずハッシュタグ息をする、ここに見てアイコのファンがスクショで画面を見せるとか、そう、 QR を今度読み込んだらこんなの聞けましたみたいなのでスクショで載せるとか、うん、難しいでね分からん、そう、何秒のとことか、そういう、でも拡散はしてほしいんですよ石田みなみの、だからそのままそっくりそのまま、ちょっといろんな意味でももったいないなって気はしますね、まあ、私が先に言えなかったのであれなんですけど、あ、私ずっとこういう手で撮った写真をミュージックビデオの、あの QR 先がリンク先がね、もう違うものだとしてもそういう飛べちゃうからさ、そのプロフィールとかそれ飛べちゃうから載せないようにしてたんですよ、ミュージックビデオのQR コードに飛ぶようにそう飛ぶ、だからそれを載せないようにしてたから、それが載せれるんですよね今、載せれるとそこ飛べちゃうけど、どうしたらいいんだろう、ジレンマなんだけど、あるんです、いっぱい
オフショットが。どこだ。ジャケ写撮影の後だったから時系列的にここだ。あるんですよ。あとはあれですね、飛んだ先にリンクで飛んだ先にいる私のオフショットもありますよ。これね、飛んだ先の方で見れるかわかんないんですけど、よく見ていただいたら、そう、読んでる本が多分みんなね本を読んでる映像なんだけどね、その音声は聞いてほしいけど、その読んでる本がみんな同じじゃないと思うんですけど、なんと、あ、間違えた、みんな同じじゃなくて、なんと一人一人名前付きなんですよ。自分の名前、自分が書かれた本を読むみたいな感じになってて、そう、そうそう。某メンバーが公開直前のモバメドを送る、どういう意味だ？なんか主語があるようでなくない？何を送ってきたの？どういうことだ。そう、背表紙に名前が書いてあるって、なんという素敵な演出、演出なのか。そうなの、なんかただそれだけなんだけどテンション上がるよね。私のだみたいな。単純だからさ、そう、単純だから。行きの仕方変えよう。そう、ぜひ朗読聞いてください。いっぱい多分自分で言うのもなんだけど、私もよく頑張れたと思ってるので、今日時間があるたびに聞いててっていう感じに、いっぱい聞いてくれると嬉しいなと思います。あれ、どこ行った？僕はなくなった。じゃあツイッターをねしたくて、こっちの飛んだ先の私の方の画像を載せようかな。よいしょ。私なんかこの時もカチューシャつけてて、そうで、ジャケシャもカチューシャつけてて、で髪飾りもね、カチューシャつけたかったみたいな、ポニートゥーだから作れない、ウィッチがカチューシャつけてて、そういいないいなみたいなこと言ってたので、ウィッチがジャケシャもつけてて、このこっちの服装バージョンの時もつけてて、あんたどれだけカチューシャつけるのって言われて、あ、ほんとだ、これもつけた、私3つつけてることになるわみたいな、じゃあポニーテールでよかったって言われて、そうっていう。確かにってなりました。ツイートしていい？よいしょ。ほんまじゃーってなりましたね。でも髪飾りもね、私インスタとかメールとかに載せてるので、ご存知、映像カメラとかテレビとか見てくれた方で気づいた方とか、西宮のリリーで来てくださった方とか、知ってくださってる方いると思うんですけど、リボンがついてるんですよね、私。でよく見ていただけたら分かるんですけど、実は髪飾り全員じゃないんですよ。そう、全員じゃなくて、そう、なんかその特なんかなんかえらなんかなんでってなんであるみたいな感じ思われると思うんですけど、なんか白組が髪なんか風を待つのミュージックビデオを見ていただけると分かるんですけど、風を待つのその監督さんがあまり派手派手を求めてなくて、そうなんか、なんか素朴の中の綺麗さを求めてて、で白組が白がねリボンとかつけちゃうと世界観が変わっちゃうみたいな。だからリボンいっぱい持ってきてたけど、リボン使うのやめとこうかみたいな感じになってたんですよ。で私ポニーテールだったから、え、黒はリボンダメなんですかみたいな、黒一回試してみるみたいな感じでやって、試してくださった時に、あ、
いいねってなって、じゃあこのまま石田美奈ちゃんどうぞみたいな感じになって、そうそう、だから白組に髪飾り率が低いんですけど、そう、そういう意図で、そう、でもティナとかココアはここにピンつけてて、でっかい髪飾り系は誰もつけてなくて、そう、なんかね、いろんなその一つ一つに意味があったりとかしてるんですよね。そうなんですよ。ツイートしつつそうなんですよ。だからで、なんか黒いリボンもいっぱいあって、なんかふわふわ系のなんかシルクみたいな素材のなんかふわってやつと、今の私みたいなちょっとしっかりしたやつで、ふわふわなやつが可愛かったんだけど、それもやっぱ世界観が違うからやめときましょうってなって、そう、そっちになったりとか、なんかね、しっかりなんだろう、一つ一つに意味があるからいいなと思いましたね。そう、ふわふわはなんかもう雑誌みたいな感じのテイストになっちゃうからみたいな、そう、黒衣装でキリッと決めたいからみたいな感じでしたね。ちょっと私本当に一つの二つのこと、二つのことを同時にできなくて、だリボンつけてるのは多分私だけです。あかりんとかも後ろで実は白いこういう髪飾りつけてるんだけど、リボンつけてるのは私だけですね。私のね、あ、びっくりした、イヤホンついて音が鳴ってびっくりした。ちょっとツイートはしようと思ったら喋れなくなるというジーレンマ。コクアのツイッター流れてきてさ、ダンスミュージックビデオ解禁ビル、なんかその感想言って、ウィンクしたやつ使われた、ミチとミーヒミーちゃん、ミーちゃんのヒナ、え、どういうこと？だってさ、みちとみーちゃんとひなにいじられたって書きたいと思うんだけどさ、あの、とを間違えててさ、みちとみーちゃんのひなってなってる。ひな、私のだったか。ひな、私のだったみたい。私のだったか。私のだったわ。ひなは私のだった。多分みちとみーちゃんとって書きたかったんだけど、みちとみーちゃんのひなって。そうね、今日めっちゃいじった、ウィンクしてたみたいな。異国は、ね、結構ね、あれね、ちょっと本当に喋るとミュージックツイッターができない、本当に一つのことしかできない女なんですけど、これ大変だったんですよ、この撮影。ただね、 QR コードをつければいいってわけではなくて、ちゃんと飛べるようにしなきゃいけなくて、意外にそのカメラで普通に撮れば飛べるんじゃないんですかって思われるかもしれないけど、外で撮ってるがゆえの光の加減だとか、その 下が床が白だからこそのなんか反射とかもあって、意外に、ね、読み込むのが大変だったので、読み込むのがとそのなんていうの、さっき言ったけど、その準備前のやつはプロフィールに飛ぶようになってて、その画面越しにスタッフさんとか携帯構えて読み込めるまで、なんかもう一回みたいな感じの下りがめっちゃあったんですね。そう、なんか別に振りも間違えてない、リップシーンも間違えてないけど、ただただ QR コードが読めずに、あの、携帯置いちゃったよ。そうただただ QR コードが読めずに読み込めないから、その携帯で読み込んでるスタッフさんが、読み込めませんでした、もう一回ですみたいな感じの下りが本当にあって、で白衣装組は多分ね、パーって白の反射で一発 OK ばっかだった。黒衣装組が本当に苦戦して、全然読まんのよ。黒衣装組の苦戦がパンパなくて、そうで、やっぱ黒だからだよみたいな、黒全然読み込まんじゃんみたいな、そう、あ、消えちゃった。そう大変だった。なんかだからミチとかサーヤンとかが一番あの黒って時間帯とかもあって、その何回もやってたんだけど、そう大変でしたね。
ね、どうしたらいいかな。ツイッターにさ、どうしよう。ココアもさ、ツイッターに QR コードが見えるやつをやってて、今試しに保存して QR コードのアプリになったらそれでも読み取れたんですよ。どうすべき？なんかそれはそれで、なんだ、たまたま流れてきた人がなんだこの QR コードって人間的な性格として気になるから読み込んじゃうじゃん。それで広めたいのか、あ、スタンプか何かで隠す。確かに。でも難しいね、扱いが。そうで、別に私一人だったら、え、他の子も歌ってんのかなって。ユミリンは星の下、ユミコは本当に私と考えが合う。ユミコもそういうの多分すごく考えてる子だから。本当だ。じゃあ今もユミコ形式でやろう。じゃあどの画像を使おうかな。そう、なんか目的、人によってさ、そこを見せたいのか、ミュージックビデオをたくさん見せたいのか。でもやっぱミュージックビデオだよね、グループなんだもの。見てほしい、一糸乱れぬパフォーマンスを。生きる言葉、呼吸。QR吸って吐いて。なんか私さ、外で撮った上にさ、その時に撮った写真がどれも漏れてないっていう事件が起きてるんだけど、どうしたらいい？あの QR コードが映ってるやつ、これにするか。ちょっとあの今あの9時半、9時45分から配信しますっていう時とあのポーズ違いなんだけど、画角も全く一緒なんだけど、いっか。同じ似たような写真さっき載せてたじゃんと思うかもしれないけど、まあまあ、アフショットは何枚あっても、何枚載せちゃってもいい。みーちゃんの QR まだ見れない。そんなことは絶対ないんですよ、だって私も読み込めてるから。あ、動画が重いってこと？なんかリンク先が重い。どっち？読み込めなかったのか。え、リンク先重かったら、重かったりとかしても読み込めないってことになっちゃうの？私アプリ使ってるから、そのアプリが有能なのかもしれん。あ、動画を 4K にすると読み込みやすい。ちょっとあの Wi-Fi つながってる方は Wi-Fi 絶対つなげて、 4K なのでちょっとね、ギガちょっと普通に見るよりかかっちゃうんですけど。止めながらしたらいいんじゃないかな。絶対読み込めないことはないので。で、人ってまた今度にしようって意外に忘れちゃうので、今やる、今思い立ったが吉日なんで。そうよ、私もそうだから、また明日しようって言って忘れちゃうので。 4K でいきましょう皆様。そのための 4K なんです、多分、知らんけど。な、私もなんで今回のミュージックビデオが 4K っていうのが公開されてるか私も知ったんだけど、多分あのそのためなんです。あ、飛んだ先も重い。同時に配信しちゃってるからかな。時間経つとあれかも、見れるかも。それもあるのか。それはちょっとごめんちゃいだね。悪くないもんね、それは。ごめんね。今みんなそうやね、気になるか一斉にアクセスしちゃうよね。じゃあ時間空けなきゃってやつ。私多分そのアクセスのうちの一人ってレベルですぐつながるんだけど。なんでや、私めっちゃすぐつながるんだけど、私のせいか。ちょっとツイートしたいのにも全然時間あるのに。あ、一度見れた人はキャッシュで、キャッシュ、へえ。あ、ロード聞いてきた、みーちゃんさすが、ありがとう、ここだよ、見つけた。 Q
貴族やから。私貴族、貴族ってニコ生みたいなこと言うね。ショールームも QR コードも貴族も平民も何もないで、平等な平和な世界です。まさかの会員制だと思っとる。それがなんと無料なんです。ゆっくりでいい。右手と左手同じだと思う。そこまで聞いてないから私も同じだと思っているわ。そうだから本当にこの QR コードを見せるがための振りとかだから、あかりんとかもこうなってるけど本当はこうだし、今だからこうなってる。そうそう、振り的にはこうなんだけど、 QR コードこっちについてるからこっちとかいう、実はね解釈、チャージ解釈の違いもあったりとか。そうそうそう、そうなんですよ。私ほんと喋りながらだと本当に全然この子のツイッター専用って感じなんだよ。お待ちあれ。でもともと QR コードがつきますよっていうのを知った上でクリエイトさんも振りを作ってるので、そう2番とかも別にこうやってるとこも「てて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 」とことかも今もそのまま使われたりとかするので、そうそういいんですよね。マシュマロじゃ、マシュマロ。寒い、今日寒い。ね、本当に全然ツイートできない。私って本当なんでこんなに同時に2つのことができないんだろう、悲しい。うん、寒い。息をする、ハッシュタグ息をする心、ゆっくりでありがとう。本当にこういう時に自分のことをちょっと嫌いになっちゃうね。息をする、ああもうほら今載せたのになんか消してもうた、はい、消してはいけない。息をする心、ダンス QR ビデオ、ダンス QR ビデオ公開されました。マジレスすると、はい、やめません。ノーノー、なんだろう、ノー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 止め、何。公開されました。納涼、何ですか納涼って。生きることは樋口、こうやってさちょっとでも隠せばいいよね。これちょっとでも別に隙間空いたら QR コード見える。あ、電気消えちゃった。ちょっとでも隠せばいいよね。ちょっとでも隠せば大丈夫なんですね。私謎に両手で取っちゃってるからこっちも隠さんといけん。こっちもハートでいいや。私ハートに囲まれた女になるわ。見て、かわいい、ハートに囲まれた女、イエーイ。ダンス QR ビデオ共感してリンク、リンクが欲しい。 YouTube のリンクが欲しい。 YouTube、 YouTube、 どうやってやるっけ。共有コピー、共有コピー、QR コード、リンク先なんて書けばいいかな、なんて書いたら気になってくるかな。床に書いてあるやつと個人についてるのは全部違います。全部違うので、全部見て、なんて言えばいいの。ステージ上の QR コード、ステージ上 QR コード、ステージ上 QR コード、ステージ上 QR コード、メンバー、
手元の QR コード全て違うので、それぞれ違うので、ぜひ私の QR コード、電気めっちゃくちゃ、あ、めっちゃちょちょちょいね、ぜひ私の QR コード飛んでみて、本当に飛んでみてください。ハート2分何秒でした、さっき言ってくれたねえ、やばいんだけど。ステージ上 QR コード、手元 QR コードはそれぞれ違うので、ぜひ私の QR コードに飛んでみてください。2分17秒2分17秒のところをスクショすると飛びやすいよ。なんて書けばいいんだろう。2分17のところで私の QR コードはゲットできるよって、ちょっとポケモンマスターに訴えかけよう。マスゲットでがゲットできるよ、ポケモンマスター。読み取りやすいどころか、私の QR コード映るのここだけなんですよ一個だけなので、そうなので読み取りやすいって言い方はじゃあ別でいいですなのかもしれないから、STO というと9枚目シングル息をする心ダンス QR ビデオ公開されました。ステージ上 QR コード、手元の QR コードはそれぞれ違うので、ぜひ私の QR コードに飛んでみてください。2分17ってさ、ちょっと待ってね、画面私暗くしちゃってるからさ、あ、間違えた、はっはっ、え、どうやったっけ、2分17ってさ、この 2.17 で通ずるよね、 2.17 で通ずる、 OK、 通ずる、ありがとう。STU48ハッシュタグ石田みなみ、これで読み取ろうと思う、なんか一言いる、私固くなっちゃうんだけど、これ大事なやつはちょっと固めでいきたい。これを印列して見たとかはできるんだけど、一発目だからそうそう、新しい試みなので、あ、もう文字数制限だ。アホみたいな声出た。新しい試み、ワクワク。ワクワクって違うか。アホみたい、アホの声になっちゃった。どうしよう。アホの声になっちゃった。新しい試み、ワクワク。どうしよう。いらんかこれ。あ。なん、新しい試み、ワクワク、いっぱい見てねって、あと17文字だけいける。新しい試み、ワク、いらんって言われた、もういい、一人一人のいらんで私は心が打たれたそうそう、ワクワクはいらんのよね、新しい試みでいいよ、新しい試みいっぱい見てねって、これでいいかな、新しい試みいっぱい見てねー、いいかな、ヨキピー、ヨキピーですか、ヨキと、
で ALT に QR コードを読み込み先の朗読とても頑張りましたって書いたとても頑張りましたって書きました。朗読はちょっと私が推したいポイントがある。いきます。じゃあ1位で欲しい人もいると思うので5秒後に0でツイートしますね私の1位で争奪戦スタートです0で押してくださいね。じゃあ時差あるんですけどいきますね。5、4、3、2、1、じゃーん。これってスマホ2台使用とかパソコンで再生してスマホで読み込む、いや1台でできますよ。私スクショして専用の QR コードのアプリでそのまま持ってったらそのまま1台でできます。2台も入れません。2台も入れません。1台でできますよ。1位ネタ、え、ポッター平井さんがリツイートしました。見てますさあ1位ね、おお1位ね取りましたね。いや1位って言ってるわおもろ。いいねが一気。こんばんは、こんばんは。今何時？え、もう11時じゃん。私明日のパッキングしなきゃいけないんだよね。11時になったら男女でも大丈夫ですか？パッキングってすごいなんか足筋も起きるかな。明日は金曜もいいにしてもらった。足筋さんありがとうございます。ちち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 ちじゃあここだけの話ね。別に隠してないんだけど、じゃあ察してる方いると思うんですけど、イントロ4つのダンスに分かれてるんですよ。そうで16人の時はチャ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 みたいな感じなんだけど、この前の食とのエールコンサートの時はチャ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 ってやつで、この前の西宮のリリーベの時はチャ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 、もう私4つのうち3つ制覇しました。イエーそう、まああと1個でも残り1個は6人バージョンだとセンターの振りなのでセンター回ってこうかなってそうそう、だから私はもうどこのイントロもそう全部振りが全然違うんですよ。だからなんか名前バレて4人ぐらいに分かれてて、そう4人だ、4人で分かれてて呼ばれて、その先生が2人しかいないから、まずこの2チームから見て、あとの振りの後からの人だって、その他の4人と4人のやつ見て、え難しい、それじゃなくてよかったみたいないやなんかちょっとだけあったよ MV 撮影のフリーレンの時。そうでも自分も結構動いたっていう、その後にあった。チャ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 ちちちちち、あ、ミヒのキャラ読み込めた。おー
つった。な夜中は僕だけの時間。もう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分でいられて。雪が。明日になればもう一度生まれ変わ。ぜひ皆さんハッシュタグ息をする心、ハッシュタグ石田みなみ、ハッシュタグシティフォーティエイト、感想見せて、感想ちょうだい、感想を送れ。私さ、今まで声のお仕事とか一緒にしたことあるメンバーはある程度こういう風に読むんだろうなっていうの分かってたけど、あんまりやらないメンバーの朗読を聞くのが初めてで、あかりの朗読めっちゃ可愛いんだよ。息をするかからみたいな。そう、ね、メンバーによって個性が全然違うなと思って。ぜひ感想を待ってる。どっちの？そんなんどっちもやん。私がねどっちか片方って言うわけない。求めマンなんだもの、どっちもや。でツイート分けてくれても大丈夫ですよ。いやいや、感想してくださるときありがたいんですけどね。あ、元電気消えたもん。なんだ、そうひなちゃんのやつも今日一緒に見てたのよ、さっきレッスンで。ひなちゃんって朗読だから、そのみちとココアとみないとひなで見てたんだけど、そう朗読だから息をする心の歌詞を言っているのに、そう歌詞を言ってるのに全部萌えずりふに聞こえるっていう特別能力があって。そう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 、 QR はもうちょっと余白があると読みやすかったかもよ。それは私に言われたとて、大人に言ってもろて。私はごめんなさいってなっちゃう。それなのでちょっと読み込めるまでぜひトライしてほしいです。そう、特別能力めっちゃ可愛いんですよ、本当に。全員の聞いてほしい、全員の聞いたからも。そう、全員の聞いて。お、2分17をスクショして QR を拡大したのを写真に保存してアプリの写真くれみ込みでやって、ありがとう、たくさんやってくれてありがとう、よかったです、読み込めて。そうね、QR コードQR コードドアップにしても読みやすいかも。でも私ね、一応ね、私面白いことにあんま見せていいのか分かんないけど、こうやって全員分持ってるんですよ。全員分読み込めなくて、もう全員分のスクショして持ってて、そう。そう持ってるんだけど、まあもちろん自分は一番初めに言ったんだけど、私これで読み込みましたよ。そう、私これで読み込みました。これでもあれだよ、ちゃんとあれだよ、もらったわけじゃなくて、ちゃんと私も一回一回止めてスクショしてコレクションしてるだけ。そうね、そんなみんなの見るのみーちゃんだけだよって言われました。そんなんていう、時間が空いて、その時間が空いてとかゆっくりみんな多分全部見るんだけど、その1日で全部見ようとするのみーちゃんだけだよって言われて、そのコレクションのごとく全部ありますよ。あら、ゆみこちゃん、ゆみこちゃんだ。あ、これじゃ無理なんだ、私が使ってるアプリがいいのかも。QR コードってアプリなんだけど、そんなまま。そう、私の、じゃあ私のアプリがいいのかもしらん。私携帯の QR コードの機能は使ってなくて、そう本当に QR コードってアプリのやつで、全然このみなみちゃんでさえ読み取れます。そうそう、
同じアプリ使ってるね。そう、なんか本当にアプリのストアに行ってQR コードっていう、あ、Android だと公式の Google レンズが優秀だって。そう、待って、シーズン1じゃないからね、シーズン2とかありますからね。あ、しちゃう。あ、 iPhone の QR コードの機能は今回使ってないな。そう、 QR コードリーダー、 QR コード読み取りってやつ、星 4.5 いいです。23万件の評価。あ、 YouTube コメント欄に2分16でコメント入れてみた。見とくなんて書いたのかなって、見とく。本当だ、石田みなみちゃんです、ぜひって言ったらありがとうございます。生きの仕方変えよう。やっぱコメントを見るとね、あの3もあれば日もあるんですけど、そう、メッセージ性の強い歌詞は聞きぼたれするっていうコメントを見つけたんですけど、 STU って全部メッセージ強い、メッセージ性強いなと思って今ちょっと笑ってしまったなんかそれね、花は誰のものって、私 STU ってメッセージ性の曲しかないのではっていう表題曲って思ってちょっと笑ってしまった。独り言とかもさ、無謀な夢は覚めることがない、だって歌詞から、じゃタイトルからメッセージ性じゃん。ああサングラスデイズとか合うのかもしれない、こういうこのコメントをしてくださってる方に。聞いちゃった、あ、着いた、あ、もう11時だね。寒い。でもね、その全員ドアップでさ、 QR コードを読み込むためとはいえ、全員この一人一人ドアップが1回あるっていうのが、あの QR コード読み込むがいえ絶対私のシーンがあるっていうのが撮る前から分かってたから嬉しかったよねあ、そう、今全く同じこと言ってた、全員のアップがあるんですよ。そうそうそう、あ、そうか、これメンバー全員と地面の QR コード見ないと完結しないやつだ、よし全部見るぞって言ってる人がいる。見て見て、あ、 YouTube でバンドマンの人が STU の曲解説して次回息をする曲、私同じバンドマンさんの多分だと思うけど、私全部見てますよ、その方の STU のやつ。花は誰のものか始まって、暗闇も解説してくださって、で STU の たくさんの楽曲もやってくださってて、生配信すべては見えてないんですけど、推し目見つけるみたいなやつもちらっと流れてきました。 QR コードまだやってたんだ、私配信ごめんねもう終わりました私配信かな、ちょっと抜けてたのかな、配信、あ、 YouTube さんのこと S のマークは QR を読ますためにあった、まあね、それもあるし S 一応無謀もありますから、ね、STU ってSTU テテ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 、一応こう無謀からあるんですよ、このポーズってそうそうそう、パタパタパタ、そうなんですよ、実は STU テテ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 テてれてれてれて、タコさんありがとう。タコ、あ、私タコで思い出した、全然タコ関係ないんだけど、今日スーパーに行ったんですよ、帰りに。
そうね、なココアとあのそのスーパーに寄る直前まで一緒に帰っててなんかココアってよくバナナを食べてるんですけど、ココアと直前まで話してたかせいかわかんないんだけど、私バナナは全然悪くないんだけど、果物の中では別にバナナが一番好きってわけではなかったから、バナナはそんな自分で好んで買うことがなかったんだけど、なんかよくバナナを食べてるココアと直前までいたがゆえに、なんかバナナを一房買ってしまってで4本ぐらいついてる。私明日から遠征なんですよ。そう、遠征にバナナ持参するっていう。で明日ココアに会うから一本あげるねって話しましたそう、いいのって言うから、多分ねココアにあげるがためになんか あげる前提で買ってるからって、一人で多分4本も食べれないって言ってさそう、そうココアにあげる前提でバナナの一房買ったので明日放流します。でそのスーパーで偶然ひなに会ったんですよ。おひなってなって、でなんか南に会った瞬間ひながミーヒーみたいな来てきて、どうしたんって言った、お願いがあるみたいな。何って言ったら、ひなお財布忘れちゃってって言って、そう、あの後で返すから払ってくれって言われて、あいいよって言って、そうで、あのひな今ねさっきかバレンタインホワイトデーのお菓子作り配信してたと思うんだけど、そのお菓子作りができてるの私が無塩バターを買ったから忘れた無塩バター買わなきゃいけないって、一緒に無塩バター探してでも私2月14日バレンタインデーもココアとひなといたんですよ。明日もココアとひなといるんですよ。すごくないですかそうバレンタインデーも一緒にいて、私バレンタインあげて、リナはホワイトデーに返すねって言ってて、で3月14日も会うので、明日ね息をするここリリビじゃないフラゲビ、明日ゲットする方も多いと思いますね。で、STU チャンネル出ます、ミヒ出ます。クリーム失敗してた、あらイナちゃんでも失敗することあるのね、かわいい、それもかわいいよ。もうミチからLINE来た、あね、みんな返事が早いということで、中途半端だから8分で何十秒、それも中途半端だけどパッキングします。みちゅきです。よいしょ、響くとこに置いてたがゆえに。あと私はもう一つバナナと一緒にやらかしたことがあって、明日から遠征なのに、あの私手羽元、手羽中って手羽元か、ちっちゃい手羽を焼いて食べるのが好きなんですけど、いつもは半パック、これぐらいのサイズに入ってなんか一食用のやつを買うんだけど、今日でっかいのしか売ってなくて、いつもなら買わないんだけど、なんかすごい鶏肉が食べたくて、でっかいパックを買って、なんとでっかいパック全部さっき食べました。13本ぐらい入ってる鶏肉手羽を全部食べましたそう、全部賞味期限がさ、もう東京行ってたから、賞味期限切れる時に食べなきゃと思って、食べれないかもしれないけども焼くしかないと思って焼いたら食べれました。びっくりした、全然いけると思って、怖いと思って、その後バナナ食べて、もう怖い自分の食欲がそう、めっちゃ食べました。そう、なんかめっちゃあるなと思ったけど、数は数えてなかったんですよ。食べ終わった後に骨が残るじゃないですか、数えてみたら13分ぐらいあって。アルコールがあればいける、お酒もね家で飲まないからな。